こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、レッド・ツェッペリンのロックンロールですね、ブリティッシュロック、1970年代に、できたブリティッシュロック、クリームとレッド・ツェッペリンとディープ・パープルですね。その中の、レッド・ツェッペリン、ドラムはジョン・ボーナムですね。まあグレートと言われるドラマの中でもかなり上位に上がるんではないかなと思いますが、ロックンロールを紐解いてみると本当にグレートだなと思うと思います。内容としてはですね、ロックンロール、有名なイントロがあるんですね。この有名なイントロのまずその解説、そして、ブルースの構成だけど尺が伸び縮みする12小節のブルースなんですけど、メロディーのとか24小節で回してて、12小節が実は2回出てくるんですね。尺のが伸び縮みしてるっていうところをちゃんと理解しましょう。そして、リズムパターンとフィルインですね。非常にシンプルなリズムパターンとフィルインもシンプルなことだけでやってます。ここが辺がもうやっぱグレートなとこだと思います。そして、4番目、エンディングの玉回し、カデンサと言われるドラムだけがエンディングでこうしばらくずっと弾き伸ばす、これのすごく、素晴らしいやり方があるので、そこの部分をちょっと説明していきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、それではまずイントロですね。イントロはですね、最初はタクツクツタツク、最初はこうやって聞こえてたんですけど、これ、アウフタクト3つになってます。なのでワンツースリー、こういう風ですね。タツツツタツツタツツツツじゃなくて、ワンツースリタツクタクツクツタツクタクツクツタツクって聞こえるのが正しいです。ここの部分結構間違いがちですが、まあ別に、タツツクツタツクって聞こえてたら、最後にタタタだけ足して頭に行けば、僕大学生の時それでやってました。でもそれでもまあ成立してたんで大丈夫なんですけど、ワンツースリタツツタがって始まるのが多分正しいと思います。というわけで、譜面作っておきましたので、ぜひね、これ見ていただければ、一回見ればわかると思うんですが、そもそも、こういう最初のイントロで、このスニアとハイハットのオープンでこんなことやろうっていうのは、これはもう完全にジャズ系の音楽がやっぱ入ってきてますよね。ジョン・ボーナムは、マックス・ロチのコピーが多いんですね。モビー・ディックの、これはマックス・ロチが5拍子でやってるやってるやつの3拍子バンジョに、簡単にしたって感じなんですけど、これをやって、ハードなドラムセットでやればジョン・ボーナムもやれますからね。はい、次はブルースだけど構成の尺が伸び縮みするってことですね。イントロここ出てると思いますが、イントロがこう12小節になってます。んでコーラスに入ったら、これ2コーラス、これリピート聞いてますね。でリピート聞いて、それからその下のイントロに降りますね。2コラスやったらね。でイントロのところ、ここギターソロなんですけど、ここ12小節ですね。で終わったら上に戻ってコーラスのとこ戻るんだけど、1回目はギターソロなんですね。だからギターソロは12小節やってから24小節やるってことなんですね。でその後ボーカルが入ってきて3番を歌って、でその後ウーイエーで、最後行き切って、そこからコーナーに飛んでドラムのカデンサに行くという、そういう形式でございます。なので最初の12小節、最初のね、イントロが12小節で、ギターソロに入った1回目のコーラスだけ12小節、この2回だけが12小節になってるので注意してみてくださいね。なかなか凝ってるんですよね、これね。そしたらリズムパターンとフィルですね。リズムパターンはですね、意外や意外、こうジョン・ボーナムってこの足のこのね、これがすごいというか、例えば移民の歌とかも、これなんかも、もう今でこそダブルが踏める人からすれば、普通のフレーズなんですけど、この当時はバスドラどうやって踏んでるんだろうって、やっぱりこう先輩が言ってましたけどね、やっぱりこの当時リアルタイムで聴いてる人からすると、なんていう奏法なんだろうっていうふうにこう物議を醸し出すぐらいのフレーズだったわけですね。だからドッタンドドタンっていくと思いきや、実はなんかハイハットでベースとロックしてて、意外とこれ中心なんですね。ドッタンドドタンってあんま言ってないんですね。で、あとがこれを行ったり来たり、結構ランダムにやってます。一応ワンコーラス目全部取っておきましたが、本当にランダムにやってるので、だからベースが8分音符で弾いてるんで、ドラマどっちでも合います。なのでドッタンドドタンでこういうのでも全然ハマるんですけど、ただジョン・ボーナム自体はこのシンプルな方が
これってね、相当タイム感が良くないとだんだん寂しくなってくるんですね。だから一緒にこう合わせて叩いてみると本当に寂しい感じになってくるんで、これをこのパターンで生き切れるっていうのはやっぱここがグレートなんだと思います。ギターがジャ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 ンジャンってやってるところは、で4小節目のところにギターがやってるんですけど、そこで合わせたり3小節目で変なところでやったりとか、結構自由に、これも自由にやってます。で、あとフィルインはこういう、これイアンペース的なものは全く入れないですね。ずっとパターンでこれの変形だけ。今のシンコペーションのパターン、これランガイに書いてあるんですけど、あとはまあこれが入ってなんかフィルインみたいな形になってるだけですね。すごいかっこいいんですよね。で、ロンリロンリのところは1回目だけ、っていう風にやってます。このタドとタドとかね、これはもうボーナンっぽいですね。ね。で、それ以外はランガーに書いてありますが、ブレイク、リロンリロン、イントロのパターンです。このフィルイン入れようと思うところがもうグレートじゃない、ハードロックの人ですよ。なので超サウンドしてるんですね。こういうとこがすごいかなと思います。なので、パターンは実はほんとこんだけで、フィルインもこんだけしか、たまにもう歌を一緒に歌ってて入れたくなったとこに足をこう変形させてる、パターンを変形させてるだけで、フィルイン自体はほとんど入ってないですね。ここがグレートなとこだと思います。はい、最後カデンツァですね。ケイデンスって書いてありますが、カデンツァ、一つのフレーズをこう一式のフレーズのことを言うんですが、ロンリ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 タイムっていうこう入るんね。このタタンはこう頭から入って問いかけでしょ。だからこの要はビバップのフレーズでしょ。だからこれロンリ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 タイム、そしたら結構これずっと間が持つので、終わってないからね。まあ今適当にやりました。でこの後やってることが、このジャーンのとこもギターはこうやってやってるんですけど、ジャーンやらずに、もう超男らしいって感じなんですが、という風にケイデンスね。だからこう、まあこうやって展開してもっと長くしてもいいし、これジョン・ボーナムフレーズとやりますが、僕はよくのび太くんって言いますが、これ何回もやって、で譜面ではこうやって書いたんだけど、こっちじゃないかな、やりにくいんでね、こっちでいいと思います。で最後のび太くんってやって、で切って終わりという形ですね。本当によくできてる、ドラムだと思います。というわけでですね、やっぱりグレートと言われる人はすごかったということで、レッド・ツェッペリンのジョン・ボーナムのフレーズの解説をしてみました。というわけで、今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。